共産党汚染魚を食べろ次の衆院選で広島7区の候補者となってしまっている共産党の村井明美さんが7日に XQ ツイッターにてこのような紹介もしたくないような暴言を吐いてしまい批日傘とし大炎上してしまっておりますこちら七相の国家の中国による日本産水産物の金融に関する暴言となっておりますが共産党側が 組織的に非常に悪質な風評価害を行っていることが改めて確認されてしまいました、まあ、このような水産物に関しては客観的で科学的な事実として福島大などの研究チームが海産物にトリチウムは蓄積しないとすでに発表しております国民の皆様、有権者の皆様には次の衆院選において村井明美さんを最下位で 落選させていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。